はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、冷却水の濃縮についてですね、お話をしてみたいと思います。まずですね、ちょっとこちらの資料をご覧ください。はい、水にはですね、こういったさまざまな物質がですね、溶けています。まあ、それをちょっとですね、表しているんですけど、水の中にはですね、カルシウムであったり、シリカであったり、それとか鉄とかですね、マグネシウムとかナトリウムとかですね、まあ、いろんなものがですね、水の中に溶けてます。ペットボトル、ミネラルウォーターのですね、ペットボトルのラベルを見るとですね、いろんなものがですね、水の中に入ってますよっていう、含まれた量なんかがですね、記載されています。で、そうした水に含まれた成分がですね、どのように冷却水中で濃縮をするかといいますと、はじめですね、まあ、こんな形で水の中にいろんな物質がですね、こう入ってるんですけど、これが冷却水でですね、冷却筒が水をですね、どんどん蒸発させていきます。で、するとですね、水に含まれている成分はですね、濃度が高まっていく。これをですね、濃縮と言います。で、さらにですね、そこに冷却筒の場合ですね、補給水として新たな水をですね、注ぎ込みます。その時に水に含まれたですね、またカルシウムとかですね、シリカ、マグネシウムなどが一緒に入ってくると。で、それをするとまたこちら戻ってですね、水の中にこれを含まれる。で、さらに水が蒸発し、濃縮が進む。水を注ぐ。で、これずっとぐる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 繰り返しているのがですね、冷却水と冷却筒による濃縮っていう現象になります。この現象がですね、どんどん進んでいくと、もう水の中で成分がですね、飽和状態になると、これがですね、スケールとして形となって現れてくるということです。なので冷却水はですね、この濃縮っていうものを上手にコントロールして、あまり高すぎない値で水質を管理していくっていうことがですね、非常に重要になるということです。はい、今回は水の濃縮についてですね、お話をさせていただきました。はい、当社ではですね、こうした濃縮などによるですね、冷却水のトラブルに対してですね、今こういったペットボトルにですね、水を汲んでいただいて、当社の方まで水をお送りいただくとですね、今冷却水の無料診断サービスというものをですね、行っております。水を送っていただいたものからですね、分析をしまして、水の中にどういった成分が含まれている、で、それがどういった水のトラブル、例えばスケールをですね、引き起こしているとか、まあ、そういったものをですね、調査しまして、その改善案をですね、ご提案するということを今行っております。はい、ぜひ冷却水のですね、トラブルでお困りでしたら、冷却水組んでですね、当社の方までお送りいただければなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水がもう最近も全然非常になってきた、設備の温度が上がってきたとかですね、あと冷却水の配管が詰まって、水が流れないとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。